あいつを探さなくては。骨を持っているのはあいつだ。なんだ。これは一体。すでに格闘が終わっている。この囚人たちを倒したのは少なくともどちらか片方の能力。面白いスタンドだったの。糸のスタンド。わしの名は健三。年齢78歳。アメリカ方式、フランス方式、日本方式。結論から言おう。この囚人どもは溺れたのじゃ。辰巳の方角127度30分20秒。やれるもんなら。口の中から直接頸椎の第四骨に打撃を与えた。私が今いるのは普通の人間、エートロの中。ここでははっきりと見極めとくべきじゃないのか。愛してるぜ。ここに来るのがとても楽しみだった。あのジジイは1969年の秋に34名の若い男女を殺し、ここフロリダの別荘地で自分についてきた34名の信者と共に立てこもり、瀕死の重傷で救出されたので、奴が死ぬ気だったのは間違いない。お前の長所は見えるぞ。お前の強さの秘密がな。